おはようございます。寝るときにマスクをすると、朝起きたときに全然花粉症の症状が出ないっていうのが分かりました。じゃあ早速今日の本題に入っていきたいと思うんですけども、前回ライブ放送したときに、ある質問をいただきました。スーツケース1個にその大切なものを入れるとしたら何を入れますかっていう、そういう質問でした。で、これに関して僕がもうちょっと肉付けすると、無人島に何持ってくみたいな感じに似てると思うんですけども、これからスーツケース1個で、いろんなところに行きますと。スーツケース1個のその容量1個分しか、その物は入れていけませんと。そうなった時にあなたは何を入れますかっていうことだと思います。なので今回ちょっとそれをやっていきたいと思うんですけども、ただちょっと33リットルのスーツケースの人もいれば、60リットルのスーツケースの人もいると思うんで、そこら辺若干アバウトではあるんですけども、とりあえずその今あなたが持っているそのスーツケース1個の中に大切なものを入れていくと。そうなった時にあなたは何を入れますかっていう、そういうお題ですね。それをちょっと視聴者さんから振られて、僕も、すごい面白そう、やってみたいと思ったので、今回ちょっと動画にして、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ早速始めていくんですけども、これが僕のですね、スーツケースになります。リモワのクラシックフライトの35リットル4輪です。そう、僕この4輪の前は2輪のやつの、リモワ持ってたんですけど、その時にもうバッコバコに超雑に扱ってたんですよ。なんですけど、タイヤが全然壊れないし、静かだし、スムーズだしっていうので、もうそれ以来そのリモワの頑丈さに惚れ込んで、そう、今でもそのリモワにしてます。中開けるとこんな感じになっているので、ここに僕の大切なものを今から入れていくという感じになります。今から何が入るか楽しみです。はい、まず1つ目なんですけど、今から無人島に行くわけではないので、普通に生活する上でお金は必要ということで、お金、2つ目にスマホ、これは必要ですよね。次にパーソナルコンピューター、これも必要ですと。それに付随するこの充電器と、で、あとこのカードと Wi-Fi と AirPods、ここら辺は現実的なところで、現在進行形で使っているので、これも大切ということでこれ使います。あとは僕にとってこのメンタルノートも非常に重要なので、これも持ってきます。で、あとこれは僕の中での、何でも箱みたいな感じになるんですけど、そう、こんな感じでこう毎日使う小物たちが、ここに入ってるんですけども、ちなみに中身はリップクリームと耳かき、毛抜き、爪切り、あと眉毛を整えるやつとハサミ、ホッチキス、あとのり、銀行の口座用のトークンと、あとピークデザインの、カメラストラップ、ここにはアイマスクがあって、ハードデスクがあって、撮影用のなんかこう小物類たちがあります。これ1セットあるともうめちゃくちゃ便利なので、これも持っていきますと。これもここに適当に入れちゃいます。で、このパソコンも保護用のケースに入れます。ちょっと整えたらこんな感じになりました。まだ全然余裕ありますよ。まだ全然余裕です。次は多分コロナ禍なんですよね。そう、こういうなんか書類関係、仕事する上で大切っていう感じで、そう、こういうハンコとか そうで、あとは身だしなみ整える系で言ったら、こういうひげ剃りだったり、あとはこういうワックスですね。これジェルですけど、はい、こういうのとか、ニベアも多分持っていくと思います。そんな感じですか。あとこのマウスピースも持ってきます。こういう、電動歯ブラシも持ってきます。こういう歯磨き粉も持ってきます。こんな感じになりました。ちょっと立体感は出てきてますけども、はい、まだ余裕で閉まります。そう、あと僕はこれを持っていきたい。でもなんかもう入る気配がしないですね。いけちゃうパターンですかね、これ。おおおお、入った入りました 入ったこれが今の僕のスーツケースの中身です。こういうものを入れる人っていうのは、いないとは思うんですけども、スーツケースに入れる大切なものとしては、今はこれかなというふうに思います。で、これ以外になんかこう優先順位が高いもの、これよりも大切なものがあるかどうかっていうのをちょっと探していきたいと思います。
例えばこういった洋服があると思うんですけども、僕はあんまりこう洋服に興味がないというか、そんなパッションないので別に大丈夫です。はい、まあコロナ禍もスーツケースに入れるような大切なものはありません。これは入りきりません。で、この中のその奥にある財務管理関係ももう僕にとってはもう捨てたいぐらいの感じなんで、もうこれはいいです。で、ここら辺にあるものたちもここにこうスーツケースに入れなきゃみたいな、そういうわけでもないので、これも大丈夫です。ここはそもそも何もないです。なんか救急箱だったりこう非常食とか入れないんですかっていうふうにちょっとあなた疑問に思ったと思うんですけども、僕の家にはその救急箱というのがありません。はい、なんでないかっていうと、まあ大きな怪我もしてなければ、小さななんかちょっと切っちゃったってなった場合は自然に治したりするので、これから年を重ねていったり状況が変わっていった時にこうちょっとこう救急箱が必要になってくると思うので、まあそしたらこの中身もちょっと変わるかなというふうには思いますけども、今はまあ救急箱を持ってないのでこの中には入れません。そうだ、あとお前忘れていたよ、ドラちゃん。まあこのチャンネルの一キャラクターとしては非常に大事ではあるんですけども、これはチャンネル登録者数が1万人いった時に断捨離プレゼント、まあさせていただく用のものなので、これはスーツケースにはまあそもそもこれ多分1個入れようと思ったら、そもそも1個入れようと思ったらもうこんな感じで、もうなんかもうはみ出しちゃうので、だいぶはみ出しちゃう。ほらもう全然はあ閉まる気配もないし。ドラちゃんを入れるかって言われたら、ごめんねドラちゃん、さすがに君はそこまで必要じゃないんだよ。まあこんな感じで、まあ僕の場合はさほど迷うこともなく、まあ入れることができたんですけども、とりあえずこう仕事で使うものであったり、その健康的にまあリターンがあるもの、あとはこうまあ普通に毎日使ってるようなものっていうのが、まあこの中に入ってます。こうやってみると、まあ、1,2,3 以上みたいな感じで、なんかすごいシンプルに見えると思うんですけども、こういうバッグの中にこうたくさん入ってたりもするので、物としては何点なんでしょうね、まあ、数えるのもちょっとめんどくさいんですけども、これをやったからといって、じゃあ本当にこうどこでもこれだけでこう移動できるかって言われたら、まあ、そうではないと思いますし、あとは何だろう、こういった他のものを断捨離するかって言われたら、まあ、断捨離はしません。なんですけども、こうやって入れたことによって本当にこれが大切なんだっていう、なんかこう再認識することができましたんで、なんか僕にとってはこれ今回の企画は面白かったです。はい、単純にやってて楽しかったです。はい、なのであなたもぜひですね、なんかこうスーツケース1個に大切なものを入れるとしたら、そう、何を入れますかっていうのをぜひちょっとやってみてください。スーツケースの大きさであったり不確定要素っていうのは結構いっぱいあるんですけども、ということで今回の動画もちょっとでも面白かったです、参考になりましたということでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。